家の神楽の皆さんです。作品のテーマは出会いどころ名古屋、尾張七大藩主徳川宗春公が築き上げた芸の都、名古屋の繁栄を願う志は今もなお受け継がれています。神楽の9年間の奇跡と名古屋の歴史を紡ぎ重ね、絢爛豪華に表現します。それでは踊っていただきましょう。神楽の皆さんです。どうぞ。ご紹介に預かりました。名古屋市で活動しております神楽と申します。4日間にわたり開催されておりますこの第20回日本ど真ん中祭りも3日目折り返し地点を迎えまして、私たち神楽、本日1回目の演舞を披露させていただきます。こうして、お客さんとの距離が近い会場で踊らさせていただくということは大変ありがたいことでして、皆さんに、神楽の世界観楽しんでいただけるよう精一杯心を込めて演舞を披露させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。神楽、受け継がれしは芸の神髄。
ご声援をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。